い,やいよいよ神社は、茨城県稲敷郡阿弥町中郷二丁目二十五番に、ある神社。明暦胸札では、大明神、江戸中期の資料では、鹿島明神と呼ばれていた。阿弥町地くらいにある同名の阿弥神社とともに、縁起式神明町の日立国志の田郡二座の一社、阿弥神社の論者である。近代社格制度における社格は、九号社。 境内にある稲荷神社杯神の十三柱は、明治末期の神社整理により合祀された神々である。明治三十九年十二月、村内の無格者四社を合祀。明治四十一年三月、大室の無格者五社及び、烏山の無格者四社を合祀。明治四十一年四月、めぐるどの無格者一社を合祀。戸塚神社は、単立者として存続している。 元々は、地下来、阿弥神社と関連の深い神社である。明治神社資料には、下記の七社が記載されている。社殿の腕側裏手には、境内社の石祠または、合祀により移築されたと思われる石祠が並んでいる。境内社の内筆頭の規模を持つものは、左殿側にある稲荷神社である。上記のほか、境内西側に、 旧霞ヶ浦海軍航空隊の永大神社であった霞ヶ浦神社の本殿が保存されている。廃絶しているため正式な境内者に数えられたことはないが、社殿の規模としては筆頭格である。例祭は10月1日に行われる。新寺以外では11月下旬に鳥の市が開かれる。 山道の西側にある新名造りの社殿は、霞ヶ浦海軍航空隊の敷地内にあった、霞ヶ浦神社の本殿である。大正11年、阿美町に霞ヶ浦海軍飛行隊が創設された。当初は航空機の整備及び操作に関する技術が不十分だったこともあり、訓練中の死亡事故が多発していたが、勤務中に殉職した者は戦没者とは区分され、正式には、 安国神社には祀られなかった。大正14年、航空隊の副長兼教頭であった山本56は、こうした航空巡乱者を祀る神社の創始を発案した。航空巡乱者を祀る永内神社としては、最古の事例とされている。なお、土浦全国花火競技大会も、同年の大正14年、 新竜寺住職の秋元梅邦が航空隊の航空巡覧者の慰霊と関東大震災で疲弊した商店街の復興への願いを込めて花火を打ち上げたことを起源としている。大正14年10月23日、神田明神宮寺を採取に招き、航空隊創設以来犠牲となった25名の英霊の小根祭が執行された。大正15年3月、 神明作りの社殿が竣工し、同年4月30日、霞ヶ浦神社鎮座祭が執行された。当時は敷地内に6 0 4余坪の神淵を有していた。これに用したる労力は特に専門技術を要するの、外はことごとく隊員の奉仕にして、経費1804円全く隊員の居室によれると、あり、創建は隊員の奉仕によるところが大きかった。終戦までに、 霞ヶ浦神社に行使された英霊は5,573柱、霊時録は16巻であった。廃戦後、霞ヶ浦神社の本殿は、廃棄を免れるためあいよいよ神社の境内に移された。霊時録は農家に分散して秘匿された後、昭和30年12月、旧海軍航空殉職者慰霊等法3会により、海軍航空隊殉職者慰霊等が建立され、その基部に収められた。 この慰霊塔は、阿弥町立中郷保育所付近にある。土浦海軍航空隊にも、同市の土浦航空隊神社があり、有志により、社殿が、民家に、大鳥居が、つくば市小白狭間の鹿島神社に移築され、現存している移築により破棄を免れた、永外神社には、戦後も慰霊祭が続けられた例もあるが、霞ヶ浦神社の場合は、身体が戻されることはなかった。 そのため、一区以来、形式的には、廃絶状態になっており、締め縄や坂木も見られない。ただし、社殿の区画が整備され、屋根が、途単板で、補強修繕されているなど、一定の保存活動は行われている。また、一際目立つ社殿であることから、蒸気の経緯を把握しているか否かにかかわらず、参拝の対象となる例もあるものと思われる。総建は、 社殿によれば、和道元年である。社殿は、現在の阿町の自治体名にも承継されている。阿の地名伝承と、阿神社の創始伝承により構成されている。戦前戦後を通じた聖殿であり、境内案内版のほか明治神社資料等の古い資料にも記載されている。豊吉入彦の命の言葉にある、広人とは、日立国風土器の篠田軍の城にある。 広島大臣の神明である。この神話は高木里の旧字として記載されている。また、社殿では両神としているが、広島神話において、吉原の中津国の荒ぶる神を平定し、天に帰った神は、広島大宮人柱である。阿弥は、縁起式神明朝の阿神神社、和名類受賞の阿弥号に遡る古い地名であるが、 現代に伝わる日立国風土器には登場しない。その時期については、新編日立国史は、阿弥社よりして、合命となれるにや、また合命をもって、社に名付けるにや、名義つまびらかならずとしている。新編日立国史は、式内の阿弥神社がけ、大阿弥神社であることを前提としつつ、古代の高木座との領域と、演技式以後の阿弥語及び、 高木号の領域には工作する部分があったのではないかと注記している。これを当社の立場から見れば、豊木入彦の命が訪れた地は当時、高木里と出会って、その宮寺に言及した地が、後世の網号になったと解することもできる。なお、社殿は、豊木入彦の命の、広島大臣の当店の地とは、けだしこの地のことであろうという趣旨の言葉と、 その言葉があったという自責に基づき、豊木入彦の命を放災したという創始の由来を伝えるものであり、当地を広島大臣の当天の地と主張するものではない。明治神社資料は、命は大網公の始祖なれば、二本社はその光栄の祀るところなるか、と大網公と関連づける考察を付している。この網と大網公の類似性に着目する考察は、 江戸末期の日立国軍合合校にすでに見えるものである。式内社調査報告には下記を大略とする別伝が記載されている。江戸末期から明治期にかけての地史、神社資料及び現在の境内案内版にはこの別伝は言及されていない。よって、これは戦前戦後を通じて公的に語られてこなかった遺伝である。新編日立国史に雨について 漢文語朱印には、網に作り、元禄号調には、休みに作れりとあり、歴史的に地名の、網を、もうと表記する事例は存在した。ただし、現在の当社には水に関する信仰または、その痕跡は見られない。本殿は南を向いており、社地は、霞ヶ浦湖岸の段丘崖から、若干離れた場所にある。ただし、中郷集落の区域に限れば、 霞ヶ浦により近い北方に位置している。豊吉入彦の命の合詞については、海信仰、渡積信仰からの変化と見れば、正殿と重なる部分もあるが、宗詞の部分については、明治期の資料には、不自然なほど取材がない。式内社論争の影響で公費の一部が脱落したか、明治末期に合併した神社の伝承や民話が、関与している、可能性も考えられる。 聖殿及び別殿にかかわらず、近世の祭人は、武三和地命だった。安永年間、地来、阿弥神社、熊野権現と共に、式内の阿弥神社をめぐる、式内者論争が起こり、文政十二年に、寺社奉行の最強を仰ぐに至った。現在は、中郷と竹来が論者となっている。熊野権源は、江戸時代においては有力な社であったが、 か主が途絶えたことにより衰退し、中子はいよいよ神社に合併された。当社の北方にある絶上大地を立の腰の根源山と言い,い、障子に熊野脇という地名も残っている。明治以前の知史等の式内社論争に関する判断は下記の通りである。地理的には網と竹らは少なくとも和名類受賞の時代から、 昭和30年の船島村の阿弥町への編入まで、その領域が重なったことはない。阿弥は、縁起式神明町の阿弥神社、地区は、日立国府同期の高木里に見える、それぞれ由緒のある地名を承継してきた。よって、武来社は、昭和中期まで他の地域の地名を称していたことになる。天明元年、式内社論争を受けて、大明神から、 阿弥神社に社号を変更した。この時期に、豊吉入彦の命一柱を祀る社としての社伝が固まったと考えられる。新編日立国史は、阿弥号の辞儀に関する考察として、今の社説には、大阿弥港の祖、豊吉入彦の命を祀ると言えり、さらば社の名より里に名付けしと聞こゆれど、思うに、是説古伝にてはあるべからず、中世浸透社流の説より出でしものと見ゆれば、 信じが足しと付け加え、軍合校に記述されたような考察が伝播していること、及び、これを信じがたいとする評価を付記している。ただし、新編日立国史が、軍合校に記載された、中合車の存在を認識していない点は、不自然でもあり、豊木入彦の命の中期については、竹来社と中合車を混同し、中合車の車殿を竹来社のものとして記載した、可能性も考えられる。 明治7年、近代社格制度において豪舎に列格した。社地は霞ヶ浦、生命川、花室川支流に挟まれた大地上にある。中郷集落の北方の離れた位置にあり、旧軍関連施設の開発地域にも重ならなかったため、昭和末期まで主要道路も接続しないような畑中にあった。この周辺環境が一変したのは平成に入ってからである。 現在は、社地の南北は幹線に、東西は商業地及び住宅地になっている。ありがとうございます。